プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。Go, go, fishing to smile. こんにちは、シーバスルアラボです。こんばんは。 Go, go, fishing to smile. うわー、買ってきました。おー、福袋。はい、ポイントさんに行ってきたんですわ。はあ、めっちゃ買っとるやん。そう、やっぱりね、もういくつ寝るとじゃないですか。うん、そうやね、うん、正月、年末といえばこれ、毎年楽しみにしてます。はい、福袋してます。はい、今年はね、ちょっといつもはね、買わないんですけどまあ買っても1個やね。うん、うん、ちょっとまあね、何が入ってんのって、うん、これまあネタバレになるんですけど、うん、気になる人もいるでしょうということで、そうやな、3つ買ってきたんですよ。まだいっぱいあったんやろ。まだまだあった。うん、でもどうやろ、公開しとる時点ではどうなっとるかわからん。まあわからんけん、見て欲しかったらもうすぐ行った方がいい。そう、今すぐポイントへゴーはい、わかりましたはい、なんでまあちょっとね、まあまあ量が多いんで、うん、総額2万円ですよ。うん、多分ね、動画はね、2週に分かれて、あの、渡ってご紹介する羽目になると思います。羽目に、はい、はい、まあ、ちょっとさっくり、あの、なんて書いてんのみたいな、ちょっと3種類ね、シーバス用の福袋あるんですけど、はい、まあ、一番安いこの3900円のもの、うん、これはね、なんて書いてると思うシーバスを始めるならこれ、うん、フォワン、あ、これフォワンって読む顔文字。そう、強烈な引きが楽しいシーバス、必要アイテムがたっぷり詰まってますよ、ニコって書いてる、ね、スタッフ一押しシーバスベイエリアセット。あ、公安部ってことですかね。ベイエリアね、はい、っていうのが一つと、で次は6000円の福袋、ミノーやバイブレーション、ワーム新編など、さまざまなシーバスルアーが入った福袋です。びっくり、これから始められる方にもおすすめです。うん、スタッフ一押しシーバスセット。あ、これはエリア限定されるわけ。そう、なんかとりあえずシーバスを始めるにあたって必要なものが全て入ってるらしい。なるほど、はい、ルアーがね、楽しみ。はい、でこれですよ、1万円の福袋、秋冬の大型ベイトを捕食しているランカーシーバス対応の福袋です。お、ってことはビッグベイトかな。シーバスランカーキラースペシャルって書いてるね。大人気ジャッカルのダウスイ 180SF ソルトカラーが、うん、まあ、確定で入ってると。スタッフ一押しシーバスセット。まあでもダウスイ180だけじゃこの値段にならんけん。そうやね、他のもんも多分いい感じなの。うち楽しみではある。これは楽しみである。ちなみに提供してもらってませんはい、というわけで早速行ってみましょう。タイム。とりあえずじゃあこの2つを開けていきますね。はい、やっぱり安い方から開けていく。じゃあ1回6000円分には1回行ってもらって、うん、え、いい、開けていい、開けて、はい、見てん。俺は見ずに、じゃあ手突っ込んでいこうか。うん、え、これほらテープもね、ジョキジョキ切れるマジ、あ、このか、このハサミあってよかった。ああ、羨ましい。はい、あっという間に開きました。はい、じゃあまず、じゃあ3900円の福袋開けていきますね。開けました。はい、じゃあ1個目、結構入ってるよこれ、時間かかるぞマジで。もうサクッとサクッといかねえかな。うん、サクッといこう、うん、じゃあとりあえず最初に手に触ったやつ、これだ、ビューン。お、ジャクソンさんの鉄板バイブ。あ、これは鉄板やね。うん、鉄板。これ嬉しいよ普通に、うん、鉄板の鉄板やね、うん、え、だってこれ1000円、まあ、800円ぐらいするよね、うん、もうだって4分の1ぐらい元取りました。いえまず鉄板バイブ、ね、ジャクソンさん、はい、何グラムが入ってる、14グラム入ってました。わかりました。続いて
レブ…何え これ何レバーレレバーレレバーレシンキングペンシルって書いてるね。ちょっと知らん知らんかな。ソルフィエスタ。はいはい。これはこれは釣れるで。これは釣れるで。だって釣れるで。わからんけど、まあちょっとね、はい、あの見たことないやつでした、うん、はい、きっとねポイントさんが選んどんやけん、そう間違いないでしょ。間違いない、はい、続いて俺の予想ね、絶対高宮製のルアーは絶対何個も入ってる気がする。あ、そうだね。あ、これいこう。あ、これは多分ね、あって困らんやつやと思う。マジで。いくで。うん、せーの、ほい。おー。あ、お、嬉しい。俺これ使いよるやつや、ちょうど。俺も使いよる、これ。大きさも、物も。え、なんぼ？ルアースナップストラング。あ、1ね。1番。これは普通に使ってる。俺も使える。嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。このスナップがいいよね。嬉しい。コスパ。いい、はい。普段使ってるやつが来ました。じゃあ次。これいくよ。あ、見て。ルアーじゃないものも入ってるかも。マジ？いくよ。うん。ほっ。フライヤー。おー。これどこの？これはですね、高宮。あー。ほら、やっぱり。高宮。使いやすそうやな、なんか先っちょ長くてね、リング外しもあって、うん、ね、案外使いやすいかもしれない。はい、これはなんか調光で使うっていうか、家でなんかお手入れする、うん、したりするときに使いたいかなって感じよね。まあまあ重たい、うん、はい、高宮さんのプレイヤーが入ってました。はい、え、これ結構いいんじゃない？3900円は優に。あ、あ、かさ増し要因あった。マジ？はい、出すよ。ああ、ほい。何これ？ルアーケース。ああ、ボックスか、ケースか。この透明っていうのもいいよね。いいね。なんか凄腕とか参加するときにさ、ああ、確かに、キーアイテムを内側からこっち見えるように貼ったりとかして使う、うん、はい、しかもちゃんと明宝製なので物は良いしと安心。うん、普通にそこら辺のメーカーさんが出しとるのと同じ形も、うん、この水切り穴がついたのがいいよね。あー、それね、うん、お風呂でジャバジャバって洗ってそのまま水だーって抜ける。確かに。いいよ。ついてないやつも結構あるもんな、ね、うん、うん、俺はこれ普通に使ってる、いつも。うん、まあラパラさんのロゴが入ってるやつやけど、はいはい、はい、うん、もう少なくなってきたよ。まあ3900円やけどな。うん、あと3つぐらいかな。いくよ。うん、ほい。何これ？ハリウミの。あー、なんかこれ見たことあるぞ。これもなんか、あれなのかな？ポイントでしか俺見たことないんやけど。え、これでも、え、これジャートのマークじゃない？え？違う、違う、違う。違うよね。ジャドっぽいロゴ、マークあるで。生きよるポイントでよく見かけるわ、これ。まあ、まあ、あ、入ってました。うん、はい。ハリウミの。はい。まあ、これを機にこういうルアーを使ってみるっていうのもありかもね。確かに。サクサクっていかんとね、マジで。はい。お、はい。サルベージーソリッド。まあ、これはいいね。これはまあ、間違いなしと。うん、なんか、バイブ、やっぱりバイブが単価安い件多いんかな。かもしれん。でも、普通に買うよりは得してるよね。うん。ほい。あ、静かヘッド。はい、これはまあまあ嬉しい。いいね。静かヘッドの何グラム？ 5 グラム。いろいろロックフィッシュとかでも使えるよね。確かに。あ、好き。え今ちょっとアコを釣る時の気持ちになってしまった。そういうこと、うん、はい、はい、静かヘッド入ってました、うん、次は最後。最後ほい。お、シーバス本当絶対俺の大好きなルアー。しかもお前ロストしたやつじゃん。うん、あ、でもフローティングやこれ。ああ、いや、シンキングやったら完璧やったのにな。確かに。いや、でもこのルアーマジでいいんで、うん、超好き。まあコスパがいいやつやね。うん、間違いないわこれは。うん、はい、必要アイテムがたっぷり詰まってます。まあ確かに必要やもんね。これだけで釣り始めれるやん。確かに。
はい、というわけで、うん、まずはこの3900円の福袋、これだけのものが入ってました。はい、まあ、一番俺的に嬉しいのは鉄板パイプかな。あ、ごめんごめん、シーバスハンターやな。シンキング良かったな、マジで。まあ確かに、俺は。でもまあ、何が入ったの、これ。フローティングのミノーと、フローティングミノーを樹脂系のバイブレーション、うん、鉄板バイブ、うん、あ、ミノーがシンキングとフローティングっていう感じやね。ああ、そういうこと。うん、はい、で、樹脂バイブと鉄板バイブ、うん、で、新ペン、うん、もうできるやん、これで。確かに、もうラインがついたタックルさえあれば。そう、スナップも入ってるし、ルアーボックスもあるし、あー、ケースもある。で、これある。ある。もういけるな。いける。やけん、あの、もし、うん、周りにシーバス釣り始めたいよーって、夜、うん、お友達がいらっしゃる方は、うん、これを、買えばいい。確かに、ね。で、伝えてあげたらいいです。伝えてあげましょう。はい。はい、伝えてください。はい。伝えて。うん、俺も。あ、もう、本当にない。はい。はい。じゃあ、以上。以上でした。3900円の福袋はこんな感じでした。はい。さよなら。じゃあ次、次。はい。次ね、一回片付けさせて。あ、はい。俺、綺麗好きやけん。嘘つけ。はい。はい。じゃあ次、こちら開けていきますか。なんかもう、楽しい。楽しい。6000円。6000円の、とりあえず、何やろ、なんて書いてあったっけ。これから始める方にもおすすめって書いてる。ああ、さっきのも十分これから始める方にもおすすめできると思ったけど、うん、もっとおすすめなんかもしれない。うん、まあ、さっきのベイエリアっていうなんかようわからんけど、そうやね、限定があったけん今回ないもん。うん、シーバスセット何が入ってんの。俺ね、以前ね、うん、まあお店は言わんないけど、さすがに、うん、2万円の福袋買ったことがあるよ、ルアーの、うん、あ、とある店舗さんの、うん、ゴミしか入ってなくて。うん、俺、福袋アレルギーやったの。アレルギーやったよ。ああ、でも、まあ、なんやろ、この3900円のやつもさ、うん、なんかこだわりがある人は買うべきじゃないと思うよ、どこどこのメーカーが好きとか。ああ、でもそうじゃないんやったら普通に使えるなとは実際思ったね。まあ、島野さんも入っとればね。うん、そんなわけで6000円に期待が膨らみました。はい、いやー、これはちょっと楽しいな。いい、いい、もういい。もうやってやって。早く見たいよね。もう、もう尺的にも早やって。そう。言うで。うん。あ、多いで、さっきより。まずじゃあ1個目。はい、1個目。これ。でん。何これ。モアザンロデム。あー、いいね。うん、ロデムね。うん。ワームね。うん。シーバスミニロデム。うん、ワーム好きにはたまらん。たまらんね。うん。あんまり使わんけんな、ワーム。うん、俺も。まあ、これを機に使ってみてもいいかもしれない。はい。じゃあ次。はい。次、せーの、ポン。お、何これ、見えた。高宮、高宮さんのなんかようわからんやつ。ちょっとあげてくれ。何これ。ラブラフィンバイブ。バイブ、あ、フィンついとるな。うん、初めて見た。初めて見たな。入ってました。はい。知らんものが多くてコメントが薄くなる。はい、次。あ。ちょっと待って、これ6000円よね。うん。大丈夫なの？消臭、抗菌消臭。はい。もう ウェットティッシュ、手の匂いがさっと消えるというね。いいね。はい、はい、次。まあ必須っちゃ必須やけど、はい、これ6000の中に入れる。スペース作り、スペースを埋めるためのあれ。なるほどね。せーの、はい、あ、フラッシュブースト、シャローアサシン、これは、はい、間違いないです。当たり、当たり出ました。当たり、あったり、はい、あったあった。はい、これはもうユーアズモガナ、はい、フラッシュブースト、あの、シャローアサシンね、うん、QQF フラッシュブースト、はい、次、何じゃい。あ、これエリテン、エリテンじゃない、エリテン、エリテン入ってた。ちょっと、もうちょい。はい、書
ガイアさん、ガイアさんのエリ店、うん、まあ俺らのエリアはバチ抜けとかないけど、バチ抜けで最強と言われるみたいね。最強広島、うん、広島とか良かったんちゃう、ワンちゃん。あどうなるの、まあ短かったけどな、バチが、うん、はい、はい、エリ店入ってました、はい。でもなんかルアー単価で見ていったら一個一個安いのが多いな、うん、なんか一個ぐらい目玉ルアー入っちゃってほしいけど、欲しい、期待しましょう、はい、次こちら、また出た、レバーレレバーレ新編、同じの、あーこれ入っとんや、はい、あれちょっと今んとここういう雲行き怪しくない、怪しいな、これ最後までこのペースやったら俺多分切れるで切れろ行くで、うん、切れた次、はい、アドリベ、はい、これはまあ使える、嬉しい、一番オーソドックスなアドリベ77ね、うん、これは嬉しいよ、はい、はい、これはね、だって単価も1000円は超えてくるしな、そう、もう少なくなってきたよ、ちょっと大物、大物処理するわ、うん、はい、おやちょっとおや、ボックスもなんならさっきの方が良かったんやけど、さっきの方がいいな、うん、はい、おや、なんかちょっと、ちょっと怪しいな、怪しいな、6000円は買わない方がいいですっていう結論になるとこれなってしまいそう、あとね、2個、マジ、うん、いくよ、うん、せーの、おい、シーバスハンター Z 新編、新編の方ね、うん、まあこれはね、まあ、使えるよ、使えるんやけど、単品で買ってコスパがいいっていうのがやっぱいいケースだ、そう、袋に入っとってもちょっと、まあ福袋に詰める側からしてもコスパはいいんだけど確かにでもちょっと6000円にしてはなっていうラインナップが続いとる中でのラス1、いきますよ、うん、せーの、ポン、高宮、終わった、高宮鉄板、高宮さんの鉄板、あ ちょっとな、はい、これ正直に言おう、うん、あの6000円の福袋を買う人ないです正直ちょっと期待外れやった、どっちかといえば3900円のを買った方がいいと思います、うん、いいと思います、はい、はい、ちょっとがっかりしました、本当に、うん、全体的にはこんな感じ、うん、まあでも、まあ実際に使えるものではあるんやけど、まあね、うん、期待感と、あとその6000円っていうコストからして、うん、まあ普通に買ったら6000円は超えてくるんやろうけど、店舗としてもまあね、うん、多分損はしとんやろうけど、おそらく、うん、嬉しくはないな、あんまり、そうね、これなら売らん方がいいまあまあまあ、でもそういう、あのこの開けるときのワクワクをね、そうそうそう、あの買っとるってね、それはもうプライスレス、そう、なんでまあこれちょっと忖度なしで本当に言わせてもらってるんで、うん、うん、それこれはちょっといらんかったな、100均で買えるもんだって、うん、ちょっとね、ちょっと1万円の不安になってきたな、不安になってきたな、うん、まあはい、6000円の6000円のやつでした、そんな感じでした、はい、はい、じゃあいよいよ、今週もシーバスルアラボフォトコンテストの当選者を発表します、イエーイイエーイイエーイ、はい、今週はですね、はい、2名の方を当選とさせていただいてます、ありがとうございます、はい、はい、まあクリスマスも近いということで、そう、はい、そうです、はい、2名の方にプレゼントしていきます、はい、はい、早速発表します、はい、まずはですね、1人目の当選者、うん、ノンさん、おめでとうございます、パフパフ、イエーイ、ノンさんが送ってくれたお写真、こちらです、ピシ、素晴らしい、アイマアイ、もう結構くすぐられるルアーばっかりなんけど、そう、パープルコンシロ俺大好きなよね、いや俺も、うん、俺もこのソマリなんていう名前のカラーな、分からん、いいよねこれ、うん、なんか見たことないんやけど、うん、好き、大好き、好き好き、大好き、であとピース、うん、いいね、うん、このソマリは 90? ソマリじゃない、エンパシー 90? 90ね、サイズ的にもね、はい、うん、ピースが100かな、これでそうだね、はい、アイマアイということでしっかり感じ取りました、はい、僕らもアイマアイなんで
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、2人目の当選者の方は、はい、源流さん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい送っていただいたお写真こちらです。素晴らしい。これはね、羨ましい。見た瞬間気絶するかと思った俺も、うん、羨ましい。てかこれ早速 MD のちっこいやつじゃん。ね、あのね、うん、MD のちっこいやついいなぁ。はい、僕らも持ってるんですけど、うん、もうすぐ動画出します。ちょっと天候に嫌われて、天候に嫌われて撮影がもう1ヶ月ぐらいできてないできてないっていう、もう素材がないんですよ僕ら。やばい、自然相手やけどさ、仕方ない。シーバス釣りと一緒。はい、はい、素敵なカゲロウのお写真ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そんな源流さんとノンさん、はい、こちらのステッカーをプレゼントします。あ、見えます。はい、イエイ、うん、はい、はい、お送りします。楽しみにお待ちください。お待ちください。はい、フォトコンテストは、まだやってます常に。はい、はい、概要欄に詳細載ってるんで、うん、インスタかツイッターでぜひご応募ください。ください。はい、それでは今週はここまでにしておきましょう。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。